こないだキングオブコント見た？見た見た。面白かったわね。なあ、年末には M1 グランプリもあるし楽しみだよな。霊夢は好きなお笑い芸人って誰かいるかぜ？北陽ね。え？誰って言った？北陽ね。北陽？何回言ってるのよ、北陽よ。まあそういう人もいるよな。なんかあんたすごい失礼よ。確かにそうだ。それでは今回はそんな北陽好きの霊夢のために、中国の北陽軍閥について解説しよう。いや結構です。羽飛びの DVD 見るので。ごめん、本当はお前の北陽好きに関係なくやるって決めてるのだ。しかしまた地味なテーマを選んだわね。北陽好きのお前に言われたくないぜ。だから失礼よ。すまん。中国の軍閥時代とは1916年から1928年を指し、まさに群雄割拠の様相を呈していたわけだ。これまでの動画にも名前としては少し出てきたものもある。しかし出てきても、まあそういう人たちがいたのねと、皆さん軽くスルーしてきたと思う。スルーしたのはあんただと思うけどね。まあそうなんだけどさ、このカオスを簡単には説明できないわけだよ。しっかり解説すると超スペクタクル一大絵巻を繰り広げなければならないので、まあ霊夢の言うように、この地味なテーマにあまり時間かけられないわけだ。地味というのはあんたも認識してるわけね。しかし本チャンネルで今後も日本近代史を解説する上で、なんかよくわからない人たちが突然名前出てきて解説もしてくれないんですけど、って激おこぷんぷん丸な勉強熱心な良い子も多いであろうから、一遍軽くまとめてみようということだ。多分そんな人いないし、やる理由を無理に考える必要ないわよ。あんたの動画が人生で役に立つ蓋然性は、控えめに言って極めて低いですし、おっし。むぅ。っていうか軍閥関係の話って今まで何か出てきてたっけ？北極戦争とか北伐とか中原大戦とかちょろちょろっと話しましたね。本当にちょろっと出てきただけよね。とにかく今回一大スペクタクル巨編を展開するつもりはない。今回の目標としては主要軍閥とそれぞれの主要人物を認識してもらえたら万々歳だ。今回も中国人の李さんのアドバイスをいただきながら作っていくぜ。では早速もったいぶらずに主要軍閥を一気に紹介しよう。まさかあんたこれを全部覚えろと？さすがに覚えろとは言わんけども、今後名前を聞いた時にそういえば昔美味しい鹿さんが解説してたなって、初恋の甘酸っぱい思い出に浸る感じで思い出してくれるといいんじゃないかぜ。つまりこの動画は甘酸っぱい酢豚のような動画になるというわけね。そういうことだよね。そもそもこれらの軍閥は、1911年の辛亥革命からのあれやこれやの経緯があり、遠征外が権力を握っていたところ、1916年に遠征外が死去し、その後いろいろ分裂していったものと言える。遠征外が清朝時代に指揮を任されていた北洋軍に起源を発しているので北洋軍閥と言われるのぜ。遠征外の死後まず分裂したのは直系括弧直令派と関係括弧暗記派だ。当初は軽いグループの対立的なものだった。大きな対立は、1917年に孫文が広東軍政府、正式名称中華民国軍政府を樹立したことに対する対応の違いにより始まった。段祺瑞は武力鎮圧、武国省は平和的解決を主張したぜ。これが段祺瑞の暗記派、武国省の直令派の分裂だ。段祺瑞は清廉で高潔な人格と言われるが、親日派という面もあり、やはり中国ではその点に関しては批判もされる。親日派だったんだ。まあ一応な。日本史との関わりで言えば西原借款というのがまあ有名ではある。ちなみに暗記派と直令派はそれぞれ段祺瑞と風国省の出身地、暗記省と直令省から来たもので、必ずしも暗記省と直令省に勢力を張っていたわけではない。暗記省も直令省も聞いたことないわね。直令省は大体今の河北省にあたるが、暗記省は今もあるぞ。お前が無知なだけだ。あんただって中国の省なんて全部言えないでしょ。むむむ。さてここでもう一つの軍閥、張作霖の方形括弧方典派に話を移すぜ。張作霖は張作霖爆殺事件とか日露戦争時のスパイとかで何回か出てきたわね。日本近代史を語る上では、今回紹介する軍閥の中で圧倒的に有名だな。というか今回紹介する人の中では現代中国でも彼が一番有名なようだ。方典派も張作霖の出身地から来た名前だが、張作霖の場合は元馬族で、多くの馬族とこの地に派遣されていた北洋軍を取り込み、実際に方典を含む満州に大きな勢力を誇っていたぜ。直令派の段祺瑞は方典派の張作霖と手を組み、広東軍政府への南征を強行する。しかしこれは広東軍政府を滅ぼすには至らなかった。
だが多数派工作で1918年には勅令派ブーコク省政権を瓦解させるぜ。ブーコク省は翌1919年に亡くなっている。勅令派はこの後別の人が引き継ぐわけだが、今回は名前を挙げるのは基本的に各軍閥一人だけにしとくぜ。ありがたし。何にしてもこうしてアンチ派と勅令派の反目は決定的なものとなり、1920年、安直戦争が起こる。しかし今度は法典派張作霖は勅令派と手を組み、アンチ派は敗北。段祺瑞はその後一時的に復権するが、基本的にこの時点でアンチ派は消滅したと言っていい。グッバイアンチ派、君の運命の人は僕じゃない。そして安直戦争で手を組んだ勅令派と法典派による連立政権が成立するぜ。一地方軍閥と見られていた張作霖法典派はこの時中央政界に進出したと言える。しかし安直戦争の勝利による成果の分配の不均衡に張作霖法典派は不満を持ち、1922年に第一次法勅戦争が起こる。この戦いでは勅令派が勝利し、法典派張作霖は連合政権から追放される。さて、ここで風景括弧西北派、ブー玉将に話を移そう。これは北洋軍閥の中でも結構独特な存在だ。もともと風玉将は勅令派で、安直戦争、第一次法勅戦争ともに勅令派として参加している。しかしその頃から独自の勢力を築き始めていた。1924年に第二次法勅戦争が起こり、ブー玉将は法典軍を迎え撃つよう派遣されるが、軍を進めず逆に北京を包囲する。裏切ったということね。そうだ、北京政変というぜ。ちなみにこの時は孫文も法典派を支援したという。え？北洋政府と南方の孫文たちとで対立してたんじゃなかったっけ？大きく言えば少なくとも建前上はそうなのだけど、こんな構図になることからもわかるようにいろんな人がくっついたり離れたりで、ぐちゃぐちゃだったわけぜ。ま、とにかくそんなわけで第二次法勅戦争は法典派の勝利となる。となると法典派張作霖か西北派ブー玉将のどちらかが政権トップになりそうなものだが、様々な要素で両者は対立するぜ。そこで担ぎ上げられたのが安直戦争で失脚していた段祺瑞で、形上は彼がトップとなる。風玉将はその後西北方面に勢力を伸ばしたため西北派と言われるぜ。西北派は出身地からの名前ではないのね。ところでその西北派はどの辺が独特なのよ。風玉将はキリスト教に改宗しており、部隊全体にキリスト教の洗礼を受けさせたり、自分の支配地域でもキリスト教社会主義的な統治方法を取るなどしたため、クリスチャンジェネラルと呼ばれたり、変節常なきこの時代にあっても、特に体制から決別する傾向があり、裏切り将軍と言われることもあるらしい。先ほど霊夢も驚いたように、孫文や蒋介石など南方の革命軍と手を組むこともよくあり、バックにソ連がいたりとかな。なかなか濃いわね。親日派というわけでもないのに今回紹介する人物の中で、中国でも抜群に評判が悪いようだな。他の軍閥にバックはいなかったの？まあいるよね。時期により色々だが、特に法典派張作霖を日本が支援していたのは有名だな。さっき言った段祺瑞も日本が支援したな。日本ちゃんも節操がないわねー。お前どの立場から言ってんのぜ。さて第二次法勅戦争の結果、法典派張作霖と西北派風玉将が中央の実権を握ったわけだが、すでに見たように両者はすぐに反目していた。そこに勅令派が目をつけ法典派張作霖と手を組み、西北派風玉将は下野したぜ。一時的に手を組んだとはいえやはりすぐに法典派と勅令派は対立。ちょうど南方の蒋介石が北伐を開始し、勅令派は敗れすぐに失脚した。そして法典派張作霖は大元帥に就任し、一階の馬族だった張作霖は中華民国のトップに立つ。チャイニーズドリームね。では今回最後に紹介するのが神経括弧三世派だ。これは炎釈山が率いた軍閥だぜ。なんか彼孫文に似てね。そう？てかだから？すまん。本当になんでもない。三世省は炎釈山の出身地であるとともに実質的に炎釈山は三世省を統治していた。アンチ派と勅令派は出身地からの名前で、西北派は地盤から来てる名前、法典派と三世派は出身地と地盤両方って感じね。そういうことになりますね。さてこの三世派炎釈山はしばらくほとんどの内戦では中立的立場を取った。しかし1926年から1928年の蒋介石の北伐において、蒋介石に協力する立場を取る。さっきの西北派風玉将が国民党と直接協力したと言ってたのと同様かしら。
西北派風力省はイデオロギー的にも国民党にシンパシーを感じているところがあったようだが、賛成派炎釈山は勢力を見極めて動いた感じだと思うぜ。だから賛成派は北洋政府がなくなり国民党軍の一部となった後も独自性を保ち、国境内戦で1949年に国民党が台湾に脱出するまで賛成派は存続している。炎釈山は補強安民を掲げた。賛成門道主義とも言われるが、その下で混乱したこの時代に、比較的安定的に治安が維持され、経済的にも発展した。やりてねえ。そんな賛成省だが、李さんによると今では、経済も落ちぶれ、環境汚染もひどく、貧富の差が大きい、みたいなイメージになってしまっているらしい。えんちゃん泣いちゃったじゃん。さて北伐によって張作霖が敗北、法典に引き上げるときに関東軍による張作霖爆殺事件が起こる。張作霖の後は息子が継いだが、いずれにしてもこの時に北洋政府は消滅、国民党政府が中国唯一の政府となり、軍閥時代と言われる時代はこの1928年に終わるぜ。しかし名目上はともかく実質的に反独立状態の勢力はまだまだ存在した。今回は代表的な北洋軍閥のみを紹介したが、南方軍閥というのもあるし、小さな軍閥は無数に存在した。北方？最後に1930年の中原大戦について少し触れて終わるぜ。中原大戦は辛亥革命以降、国境内戦を除けば最大の内戦だ。北伐の成功は蒋介石軍単独の勝利ではなく、各軍閥の協力によるものだったのですぐに内部抗争が始まる。蒋介石に反旗を翻した主な勢力は、賛成派炎釈山、西北派風力省、南方軍閥の新興政派李宗仁だ。中原大戦は1930年5月に始まるが、形勢を見極めていた法典派が9月に蒋介石支持を表明し内戦に参加、11月に蒋介石側の勝利で終わる。軍閥時代の終わりをこの1930年と見ることもできるが、それでもまだまだ一定の独立性を維持する軍閥は多数存続し、国境内戦を経てようやく統一を見ることとなった。さ、今回はこれで終わりだ。皆さん初期の目的通り北洋軍閥とその代表的人物の名前は覚えられただろうか。いや、無理に決まってるし。てか甘酸っぱい思い出にすればいいって言ってたし。そうでした。ちなみにこの北洋軍閥、存在を知っていた人も、なんとなくのイメージとして、革命派に対する支給派という感じで、南方の国民党の方がより民主的と漠然と思ってるかもしれないが、必ずしもそうでもないようだ。もちろん多々問題はあるものの、例えば言論の自由などでは北洋政府の方がずっと自由だったとも言われる。最初に言ったように地味なテーマではあったが、北洋軍閥の誰かが中国統一を成し遂げていたらどうなったのかとか、想像してみるのも楽しいかもな。まあ想像しませんけども。じゃ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。